今年の秋大いに盛り上がったラグビーワールドカップ。会場の一つ埼玉県の熊谷ラグビー場で観戦に来た人たちから注目を集めたものがありました。それがこちら、一見普通の小型バスですが、自動運転を開始します。そう、自動運転のバスです。運転手はこの通り走行中もハンドルを握っていません。アクセル、ブレーキからも足を離しています。思いやりシャトルと名付けられたこの自動運転バスの運行ルートは、熊谷スポーツ文化公園を出てほとんどが公道を走るおよそ900メートル。体が不自由な方や高齢者、妊婦を優先的に運ぶ足として試合が行われた3日間運行されました。実際走っている様子を見てみると、赤信号で停止、信号が青に変わると動き出して交差点を左折します。信号を識別したのは屋根につけられたこのカメラ。6つのレンズで周囲を映すことができます。人の目の代わりに周囲のさまざまなものを認識しているそうです。他にも車の位置を把握する GPS アンテナと前後左右に9つのセンサーが付けられています。このセンサーで周囲の状況を立体的に認識、あらかじめインプットされた地図と照らし合わせながら走行して、歩行者の飛び出しなど異常があれば停止します。素晴らしい技術ですね。ちょっと不安があっただけどもう快適だったんですよ。センターラインを認識してるんですかって聞いたら、センターライン認識してて、それで、信号もきちんと認識して、すごいですね。評判は上々のようです。今回自動運転バスの試験運行を実施したのは埼玉県。新しい技術や産業を支援する先端産業化の企画です。自動運転の技術を広く知ってもらって、県内の企業にこの分野への参入を促すのが狙いでした。その手応えは、やはりみんな興味津々で、すごいなんていうんですかね、前向きというか、すごいいい評価をいただいていたなと思いまして、これであれば社会に受け入れられることができるんじゃないかなと実感いたしました。さらに日本の多くの地方が抱えるある問題の解決にもつながるといいます。今ですね、多分日本全国で埼玉県だけじゃなくて、もっとより地方の方とか見ますと、いわゆるその、運転手さんの職、その公共交通体系っていうのが、いろいろ問題が生じている中で、この自動運転の技術を使ってその問題を解決する手段として、一つなんて大きな、なんかキーポイントになるんじゃないかなと思って思います。自動運転バスは車なしでの生活が困難な地域を救う乗り物として期待されているのです。熊谷の自動運転バスも作った日本屈指の自動運転の研究機関があります。それが群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センター、通称クランツ。設立されたのは3年前、バス以外にも
小型車から普通乗用車、さらにトラックまで様々な自動運転車があります。6000平方メートルものテストコースを持ち、日々様々な走行実験が行われています。自動運転には世界中の自動車メーカーに加えて Google などの IT 企業まで参入、激しい開発競争を繰り広げています。こうした企業が目指しているのは、人が運転するのと同じように世界中を走れる車。しかし実用化はまだまだ先と言われています。一方、群馬大学の研究センターが目指しているのは、地域を限定して低速で走る自動運転。あえて機能を制限することで実用化までのスパンを短くすることができるといいます。来年の国内での実用化も視野に入れているそうです。研究の指揮を執る小木津准教授は、バスの運行というのは、決められたルートを走りますので、ここのところだけで走れる自動運転を早く作って、整えることによって、実現していこうというのが我々の技術的特徴になります。小木津さんはこれまで全国各地の事業者や自治体と一体になりながら、公道を走る自動運転の実証実験を行ってきました。その数は26箇所に上ります。小木津さんは自動運転の推進の鍵をあるものが握っていると考えています。やはり自動運転が普及する社会になってもですね、タイヤという存在は非常に重要な役割を占めていくと思っています。自動運転が当たり前になる未来の社会、そこで重要な役割を果たす未来のタイヤとは。空気を入れる必要がないパンクしないタイヤ。走っても走ってもほとんど性能が落ちないタイヤ。そして取り付けるだけでタイヤから様々な情報を発信する仕組み。さらに情報通信技術の活用で事故のない安全な街づくりにタイヤが貢献。未来の車社会を支える新たな技術やサービスを生み出そうと挑戦し続ける人たちの姿を追いました。ここまで来た。タイヤが動かす未来の車社会。東京都品川区のコインパーキング、その一角にある国内最大のカーシェアサービス、タイムズカーシェアの利用スポット。カーシェアとは、自動車を複数の人で共同利用、シェアできるサービスのこと。駐車場代や自動車税などの維持費がかからないというメリットが評価され、先行する欧米に続いて日本でも急拡大しています。タイムズカーシェアの車両の数は、この8年間でおよそ10倍に増えて、およそ2万7000台に。会員数は現在130万人を超えました。そのように事業が拡大していく中で、課題となっていたのがタイヤのメンテナンスです。
摩耗しないであるとか、まあ、空気圧の心配がいらないといったものができれば弊社の、メンテナンスの効率化というのももっと図れるんではないかと、はい、考えております。未来の車社会を担う事業者が切に願うこと、それはメンテナンスのいらないタイヤ。そんなニーズに応えようと現在開発中なのがこのタイヤ。従来のタイヤと比べて黒いゴムの部分がとても薄いのが分かります。そしてホイールとゴムの間、空気が入るはずの部分には薄い板状の部品が。このタイヤ、空気を入れる必要がなくパンクの心配のない、その名もエアレスタイヤ。青い板のようなパーツは弾力のある樹脂でできています。普通のタイヤは空気がクッションになりますが、エアレスタイヤではこの部品が歪んでクッションの役割を果たしているのです。このタイヤを開発しているのはダンロップブランドを展開する住友ゴム工業です。開発の最前線の現場を特別に見せてもらいました。この日行っていたのはタイヤのクッション性能や耐久性を調べる試験。エアレスタイヤの実用化には乗り心地と耐久性、2つの課題をクリアしなければなりません。ダンロップは2015年にエアレスタイヤの最初のコンセプトモデルを発表。開発の中心メンバーとして活躍してきたのが大東博さんです。乗り心地の良さにつながる構造のデザインを担当してきました。その課題は、その空気ってすごく優秀なんですね。まあその空気の代わりに、樹脂とトレッドのゴム、トレッドグのゴムで対応しようとするとすごく大変で、樹脂製の青いパーツに空気のようなクッション性を持たせるにはどうすればいいのか試行錯誤を続けてきました。まあこれもすごくいいものであったんですけど、まあ、ちょっと耐久性はいいんですけれども、乗り心地があまりにも硬すぎるといった弊害もあったんで、そのあたりをこうバランスできるように。大東さんと二人三脚で研究を続けてきた解析のエキスパート石田孝明さん。石田さんは樹脂にかかる力をコンピューターで解析すると、以前の試作品では強い力が加わったことを示す赤い部分が一部にだけ見られ、力を分散できていないことが分かりました。そこから研究を重ねて出来上がった最新の試作品を解析すると、力が一箇所に集中せずバランスよく分散されることで赤色の部分もなくなりました。あとこの角度ですね、この角度がすごいきつい、やっぱりこれ効いてますよ、効きます、あの乗り心地に関しても従来よりもいいはずですね、バネも低いやんね、はい、なのでもうこの1年間約2年間ぐらいかけてやった成果っていうのは、十分ここに入っていると思います。数年にわたって行ってきた研究がここに来てようやく実を結ぼうとしていました。しかし実用化のためには乗り心地のほかにもう一つ耐久性を高める必要がありました。中でも課題として挙がったのが青い樹脂の部分とゴムをつなぐ接着です。
同じ物質同士を強固に接着するのはそれほど難しいことではないとされます。しかしゴムと樹脂、樹脂と金属といったように違う物質同士を接着させるのは難しいといいます。この課題の解決を任されたのが今年中途入社した武田愛さん。接着剤メーカーで研究に携わっていたエキスパートです。接着というのはその構造になった時には見えてこないものなんですが、ここが一番肝になるような部分ではあるので、当初はいろいろな接着剤を選びゴムと樹脂を強力にくっつけられないか試していましたが、うまくいきませんでした。そこで武田さんたちは発想を転換して接着剤ではなくゴムの素材に着目。樹脂と接着しやすくなるようにゴムの素材の配合を見直したのです。するとこれがうまくいきました。こうして耐久性を高めたエアラスタイヤでコーナリング時の性能を測るテストが行われました。上々の結果となりました。もしかすると自分の予測しているところ以外の部分の接着の剥がれというのも生じる可能性がなきにしもあらずなので、そういうところはちょっと気にはしてましたが、実際やってみると角度つけてもちゃんとくっついてるので、まあ、心配は解消されました。武田さんには次なる目標がありました。それは普通自動車にエアレスタイヤを取り付けて走らせること。研究施設以外で行うのはダンロップとしては初めての挑戦です。実際の車につけて走れるということが一つの到達点ですので、この今までその改善してきたもので実車でちゃんと走れるかどうかっていうのをちょっと見たいなと思います。9月、そのチャンスが訪れました。10月に開かれる東京モーターショーでプロモーションビデオを流すことが決まって、その撮影が行われることになったのです。エアレスタイヤでは公道を走らせることができないため、撮影は東京都内にある私有地で行われることになりました。駆けつけた武田さんと大東さんが見つめる中で撮影が始まります。最初は段差を乗り越えるシーンです。これほど大きな段差は実験したことがありません。大きい段差のところにそっちに行く。普通のタイヤでも厳しいところの段差。チャレンジャー。果たして。全然問題ない。全然大丈夫だね。かえって柔らかさがいい感じに見えてる。大丈夫そうです。はい、プレバックします。うまくいったようです。その後もエアレスタイヤの性能を伝えるため、さまざまなシチュエーションでの撮影が続きます。タイヤが大きくねじれる石畳でのカーブ、操縦性に問題がないか、接着部分が剥がれてしまわないか心配になるところですが、いい感じ、今のはいい感じです。続いて大量の水がまかれた石畳を走るシーン、しっかりと路面を捉えるグリップ性能が試されます。これも
問題ありませんでした。最後に運転した女性モデルに乗り心地を尋ねてみると、 All the time I was driving really comfortable and feeling safe, so without any difference, I could not say I was driving something different. From my point of view, it could be really good, good option for the future. So I'm very happy about this experience today.こうして撮影は無事終了しました。そして10月の東京モーターショー2019、どんな反応が見られるでしょうか。おお、さらにこんなシーンでは感動もんだよね、これすごいよね、これ。うわ、でもそれはパンクしないんだな。パンクしない。めちゃくちゃ良さそうだね。普通自動車につけて走らせるという目標は達成しましたが、実用化のためにはまだまだ性能を高める必要があるといいます。タイヤというのは人の命を乗せて走るものなので、そこが壊れてしまうのが一番自分でも怖いところなので、お客さんに安心して乗っていただけるようなタイヤというのを世に出していければなと思っています。こうして画期的なタイヤを生み出したダンロップ、実は世界で初めて空気入りタイヤを実用化させたのもダンロップでした。それは19世紀の終わり頃、アイルランドに暮らす獣医の J.B. ダンロップが10歳の息子にこう言われたのがきっかけでした。僕の自転車をもっと楽に、もっと速く走れるようにして。ダンロップは息子の願いを叶えるために工夫を凝らします。そうして生まれたのがゴムのチューブを使った空気入りタイヤ。凸凹道をものともしない出来栄えでした。その後も革新的なタイヤを次々と生み出してきたダンロップ。今年の東京モーターショーでもある革新的なタイヤを発表しました。はい、綺麗です、大丈夫です。2013年、世界で初めて 100% 石油以外の天然資源で作られたタイヤを開発したダンロップ。今回発表するのは環境に優しいそのタイヤの最新モデル、エナセーブネクスト3です。性能持続技術を投入いたしまして、新品時のウェットグリップ性能の低下を半減させたタイヤを計画より1年前倒しいたしましてご紹介させていただきます。耐摩耗性能をさらに向上させつつ、さまざまな性能向上を果たした低燃費タイヤでございます。つまり走っても走ってもウェットグリップ性能、濡れた路面でしっかり止まる性能がほとんど変わらない低燃費タイヤです。低燃費タイヤには厳格な規定があります。業界団体が2010年2つの基準を設けました。それがウェットグリップ性能と転がり抵抗性能、両方の基準を満たさないと低燃費タイヤとは認められません。転がり抵抗性能について詳しく話を聞いてみましょう。教えてくれるのはダンロップタイヤを専門に扱う販売店の上野亮さん。今年の全国接客コンテストの優勝者です。上野さんが手にしたのは2つのミニチュアタイヤ、
これで解説してくれます。まず一つ目のタイヤをスロープから転がします。続いて同じ位置から二つ目を転がすと、これが転がり抵抗の違いです。転がり抵抗の少ないタイヤっていうのはつまりむっちゃ転がるんで、それってつまり燃費のいいタイヤになります。転がりやすいタイヤとそうでないタイヤ、その差には素材の違いが関係しています。そもそもタイヤがどのような素材から作られているかご存知でしたか？ベースになるのは合成ゴムか天然ゴム。そこに様々な物質を加えることでいろいろな特徴を持たせることができるのです。例えばゴムの強度を上げるカーボンブラックとシリカ、タイヤが黒いのは黒いカーボンブラックが入っているからです。硫黄などの化学薬品は押したら戻るゴムらしさを出す効果があります。これらをどのような順番でどのタイミングで混ぜるかによってもタイヤの性能は変わってくるといいます。タイヤを作る際の素材の種類や量、加工の手順を記したものを料理と同じくレシピと呼んでいます。低燃費タイヤのもう一つの基準、ウェットグリップ性能もこのレシピによって変えることができるのです。ダンロップにレシピ作りの達人がいます。入社以来11年タイヤの素材一筋で歩んできた北郷亮太さん。彼の努力の結晶ともいえるものがデスクの引き出しの中に詰まっています。これまでさまざまなレシピで生み出してきたゴムです。これはもうあの実験で必要な部分はもう切り離したものになって、まあ、いわゆる残骸になります。はい、まあ、本来なら捨ててもいいんですけども、まあ、愛着があって残しているというのもありますし、まあ、追加で評価する可能性もあると考えて、まあ、捨てられずに取っているという状況です。多分一般の方が書かれると臭いんだと思うんですけども、まあ、慣れてるので、はい、もう臭くは感じないです。あの最新の低燃費タイヤのレシピを完成させたのも北郷さんです。そのレシピは明かすことのできない企業秘密ですが、さまざまな物質が配合されている中で鍵となった素材を一つだけ教えてくれました。それは水素添加ポリマーというもの。これが水素添加ポリマーなのですが、一体どんな力を持っているのでしょうか。ダンロップがこの秋発表した最新の低燃費タイヤ、エナセーブネクスト3。濡れた路面でのグリップ力が走り続けた後もほとんど変わらないというタイヤです。この低燃費タイヤのレシピを仕上げた北郷亮太さん。無限の組み合わせがあるので、そこの中でそのタイヤに合った性能を引き出すようなレシピなり条件というものを見つけ出しています。新作タイヤの開発にあたって
北郷さんが初めて採用した素材があります。それが合成ゴムの一種、水素添加ポリマー。この素材が持っている特徴とは、従来のタイヤはゴム分子の結合が切れて切断部分に酸素が付着すると元には戻らず摩耗が進んでいくという現象が起きていました。水素添加ポリマーを加えると分子が切れにくくなって、仮に切れたとしても酸素が付着しにくく切れたところが元に戻ることもあるそうです。これがグリップ力の落ちない秘密でした。果たしてその性能はどれほどのものなのか、ある実験が行われました。用意されたのは2本の最新低燃費タイヤ。1本は未使用で、もう1本はテスト用に2万キロ走らせたもの。この2本のタイヤで濡れた路面を捉えるグリップ力を比較します。こちらは様々な道路状況を再現できる試験機。大きなドラムの内側を道路に見立て、そこにタイヤを接触させて走らせます。今回は雨で濡れた路面でのグリップ性能を測定するため、機械の中に水を流します。タイヤの比較テストが終了しました。こちらは結果を解析したグラフです。横軸が路面の滑りやすさで、縦軸がタイヤのグリップ性能を表しています。青い線が未使用のタイヤ、赤い線が2万キロ走った後のタイヤです。2本の線はほぼ重なり合っています。つまりグリップ力が落ちていないということです。ちなみにこちらは一つ前のモデルを同じ条件でテストした結果のグラフ。2万キロ走った後の方は随分とグリップ力が落ちているのが分かります。実はここまでは地面に接する部分の話。同じタイヤでも場所によって材料や混ぜ方が異なります。道路と接しない側面は強さに加え硬さと柔らかさを両立させるレシピで作られています。この部分のレシピにも北郷さんは珍しい素材を使いました。それがセルロースナノファイバー。木材から作られる物質です。紙の原料となるパルプの状態にしてから、それを極限までほぐして超極細の繊維にしたもの。太さはおよそ3ナノメートル、髪の毛の太さの1万分の1で、鉄の5倍の強度があるといいます。ダンロップはこの素材の供給を日本製紙から受けています。目では見ることができない細かい繊維がこの液体の中に分散した状態になってまして、この通りゲル状のものになります。セルロースナノファイバーを混ぜることで重量を増やさずに強度を上げることができるそうです。タイヤの添加物として使ったのは北郷さんが世界で初めて。
木材から作られた素材にこだわったのには理由がありました。セルゾン砂のファイバーを加えることで、タイヤの強度をアップさせることながら、やはりエナセーブに込められた小資源、自然保護という理念にかなう素材であるということに、大きな意味があると考えています。素材の配合や順番を変えることで様々なゴムを生み出すダンロップ。この技術を生かして開発したのが、地震対策用の制振ダンパーという建材に使われている揺れを吸収するゴムです。2016年の大地震で甚大な被害を受けた熊本城の天守閣の修復工事、耐震工事にもこの製品は採用されました。こちらがその建材に使われているのと同じゴム。床に落としても全く弾みません。普通のゴムは地面に衝突した力で反発して跳ね上がります。しかしこの特殊なゴムは地面との衝突によって生まれたエネルギーが瞬時に熱エネルギーに変換される特性があるので、反発する力が生まれず弾まないのです。このゴムを使った制振ダンパーは橋や住宅でも使われ、揺れから構造物を守っています。そして再び今年の東京モーターショー。自動車業界は今100年に一度の大変革の時代と言われ、どのメーカーも自動運転など未来に向けた製品やコンセプトを次々と発表していました。進化したプロパイロット 2.0 を新型スカイラインに搭載、自動運転化に向けた技術革新をリードしています。日産は力を入れている電気自動車をさらに進化させた新しいモデルを投入。スズキも自動運転の車を発表していました。モバイルルーム型自動運転モビリティ離れは前後対称の箱型で、しかも自動運転で動く車なのです。快適な移動空間、そして運転から解放されることで生まれる楽しさを提案するコンセプトカーを登場させました。レクサスは電動自動車だからこそ可能になったという挑戦的なデザインで会場を賑わせていました。自動車メーカー以外にも注目を集めていた企業が。こちらは部品メーカー、トヨタ合成が作った車。ゆうちゃん、ドアタッチお願いします。はい、じゃあ今日もよろしくね。オッケー。車と会話したり、ボディタッチでコミュニケーションを取ったりできる自動運転車です。AI がモビリティに乗り移って、そのまま会話ができちゃう時代なんですね。言葉による指示でいろいろなことが可能になるコンセプトカーでした。そして大手家電メーカーのパナソニックも自動運転の車を発表していました。移動時間もリビングにいるかのように楽しめるこの車。高画質のディスプレイに囲まれた車内で映画やコンサートなどを大画面で楽しむことができます。青い部分に触れて
で下に引き下ろしてみますと、この指先のタッチ一つで窓になるディスプレイにブラインドをかけることも可能です。指先で文字を書いたり、インターネット経由でコミュニケーションを取ることもできるスマホ化した車とも言えます。各社とも自動運転など未来の車社会へ向けてしのぎを削っています。エアレスタイヤを紹介したダンロップも自動運転時代に向けた新しいビジネスを考えていました。それが情報通信技術を活用してタイヤをより快適に使ってもらう新たなサービスです。使うのはタイヤの空気圧を監視して異常があるとドライバーに知らせてくれるこの装置。最近日本車にも多くつけられ、欧米では設置が義務付けられるほど普及しています。ダンロップはこの装置から得たタイヤの空気圧の情報をドライバーだけでなくネット経由で共有できる仕組みを研究しています。担当するのはダンロップタイヤを展開する住友ゴム工業の西本直弘さん。西本さんはこの仕組みを自動運転に役立てられないかと考え、群馬大学准教授の小木さんと共同で研究を進めています。タイヤというものは常に安全なければならないという、まあ、最低限 のパーツになりますので、まあ、そこをしっかり監視をして、管理をして安全走行に寄与するというところが非常に重要な役割を担っているかなというふうに考えています。しかし西本さんは今ある課題に直面していました。自動運転の実証実験を進める車が時速20キロ以下になると空気圧のデータが送信できなくなることが分かったのです。全国で行われている自動運転の実証実験の多くは低速走行を前提としています。そのためこのままでは実験に使用できません。原因を調べてみると、装置に内蔵されているバッテリーを長持ちさせるため、車が停止しているときにスリープモードになることが関係していると分かりました。西本さんはバッテリーの耐久性が十分担保できることを確認した上で、スリープモードの設定を外し、解決を図りました。自動運転技術の研究で第一人者の小木さんは今回の取り組みに大きな期待を寄せています。自動車の足腰となるタイヤというところの状態がつぶさに見えるということが自動運転を実現していく上で非常に大事なキーワードになってくるだろうと。例えばパンクをしたとしても、その後の対処が迅速にできるような仕組みになっていくという意味では非常に心強い仕組みを手に入れたなというふうに考えています。この日は西本さんと小木さんで走行する自動運転バスからタイヤの空気圧情報をはじめさまざまな情報をキャッチする実験を行いました。テストコースから離れた管制室で自動運転バスからの情報を捉えます。バスに搭載されたカメラの映像が届きました。バスが走っている位置もリアルタイムで送られてきます。そしてあの空気圧監視装置からもバスの空気圧情報は届いていました。横軸が時間経過で縦軸が空気圧の数値、グラフがこの画面内に収まっていれば空気圧は正常です。装置は6本のタイヤ全てにつけられていて、データはタイヤごとに色分けして表示されます。20キロ以下でも
正常に送られていることが確認できました。ダンロップはタイヤの空気圧情報を生かしたサービスを考えています。例えばタイヤの交換時期を予測して所有者に知らせたり、トラックの過積載を運送事業者に知らせて事故を防いだりするといったものです。ところで西本さんはなぜタイヤとは畑違いにも思えるデジタルサービスの開発で力を発揮できているのでしょうか。実は西本さん半導体メーカーに勤めていました。ダンロップは社内公募制度で優れた人材をデジタル技術に関連する事業に登用し知識を身につけさせているのです。経営陣はデジタル技術を利用したタイヤ関連サービスが会社の命運を握っていると考えています。インテリジェントタイヤっていう我々呼んでるんですけど、車がどう動いてるのかで、どういう状況の中で走ってるのかっていう意味をちゃんと把握するっていう意味では非常にこうタイヤに与えられる使命っていうのも大事になってくると思うんですよね。そういう意味でもデジタルっていう部分を我々の経営戦略に入れていかないと、従来のタイヤっていうものではこの自動運転の時代には通用しないだろうなというふうに思ってます。ものづくりの企業からサービスを提供する企業へ、ダンロップは今大きな転換期を迎えています。タイヤにどういったことが求められるのかというところを追求しながらですね、新しい価値サービスというものをご提供し続けられる企業でありたいなというふうに思っています。大量の水をまかれているのは茨城県にある自動車のテストコース。この日車を使ったある実験が行われることになっていました。やってきたのは、おはようございます、ダンロップ入社9年目の前田さん。どんな実験を行うのでしょうか。使うのは全長1410メートルの直線コース。アスファルトの舗装道路の先に磁気タイルが敷き詰められたエリアが広がっています。そして実験用の車にはタブレット端末が。ロードサーフェスインフォメーション、路面状況という文字があります。行うのは滑りやすいかどうかといった路面の状況の変化を検知するテスト。今からデモ走行を開始します。この青のバーが滑りにくい路面で、タイヤと路面がしっかりグリップしている状態を表しています。一見車体にもタイヤにも特別な装置が付けられているようには見えません。一体どのようにして路面の状況を把握していたのでしょうか。実は最近の車にはタイヤの回転速度に関する情報を常に検出できるコンピューターが搭載されています。タイヤの回転速度は路面の状況によって細かく変化します。ダンロップはこの変化を解析することで路面の状況を検知するソフトウェアを開発しました。実験走行を繰り返す前田さん、次は水がまかれたタイルの上を走らせてみます。であそこからセラミックタイルになっていて、すごい滑りやすい路面で、氷面みたいな状態を模擬しているところです。
でここに入るとゲージが赤になって、今滑りやすい路面を走っているっていうことが分かります。水が溜まった磁気タイルは氷の上と同じぐらい滑りやすくなるそうです。磁気タイルを過ぎると滑りにくい路面を表す青に戻りました。続いて左側のタイヤだけタイルの上を走ってみます。ゲージが赤でリフトの文字も赤く点灯、左側の路面だけ滑りやすいということを知らせています。前田さんは以前路面状況を検知するこのシステムを使ったあるプロジェクトに参加しました。今年の1月と2月に18日かけて北海道の雪道を走り路面状況を記録したのです。まあ、寒さもそうなんですけど結構吹雪とかもあって真っ白になって目の前が全然前が見えなくて運転が危ないとかっていうのもあったんで、まあ、そういうのがまた、ね、結構大変だったりしました。北海道を走り回り取得したデータをもとに滑りやすさを色で表したマップを作り上げました。スリップの心配が少ない道は青、やや注意が必要な道は黄色、そして十分に注意しなければいけない道は赤。安全そうに見えて実は凍結して危険な道など人の目では分かりづらい道でも高い精度で見分けることができたといいます。前田さんと共にプロジェクトに関わったリーダーの川崎さんは、システムが言った答えとフィーリングが一致しているかっていうのを注視しながら検証を進めましたね。そこは一番のフィーリングと合わないとなかなかそのシステムとしての信頼性というのも上がってこないと思ってますので、クラウドとかに情報を投げることで、いろんな他のドライバーにも知らせたりとか他の車に知らせることでより安心な、安全な、つながりができてくると思ってます。世界中を走る車すべてが路面状況を感知するシステムを搭載、そこから集まったデータをもとにリアルタイムで滑りやすさマップが作られ、自動運転車でも安全に走り回れる。前田さんが思い描くのはそんな未来です。もう夢の話ではなくなってきた自動運転。一日でも早く実現しようとタイヤのプロたちは技術と知識をフルに生かし挑戦し続けていました。彼らに共通していたのは事故のない世界を作りたいという思い。幸せな車社会のために挑戦という名のアクセルを踏み続けます。